こんにちは。今日もハイデ焼きチャンネルに来てくれてありがとう。今日はみんなが願っていること、これっていいねという話をしたいと思います。それは幸せって何なのという話です。ハッピネスという話です。幸せって何だろうという。ことですね。で、心が満ち足りているというこの状態が、つまりこの幸せではないかということですね。で、自分の場合は、嫌だなとかね、いや、ちょっと心配だなとか、不安だなというような時には、この般若心経ってこの前動画作りましたけど、これを思い出します。で、これは力を抜いて気楽に行こうよ。なるようにしかならないから、人生ってそんなもんだよ、みたいな、お経の一種ですけども、そんなようなことが書いてあるということで、現代語訳読むと、そういう、そんな難しく考えても仕方がないから、気を楽にして、なるようにななっていい、それでいいじゃないかと、それが人生っていうもんだよ、みたいな、ことが書いてあるんですね。これだからこれいいかなと思って、なんか嫌なことがあると、そうだな、般若心経だな、みたいな感じで思い出していると。これは僕の考えですね。で、これ今言ったように、般若心経っていうのは、あるがままの姿を認めるとかね、そういうもんだよと。なんか悪いことがあっても人生ってそういうもんだよ、みたいな。それから、とりあえず今日終わればいいじゃないかと、まず今日終わればいいんじゃないか、みたいな。このそういう中身はそういうことなんですね。ですから、嫌なことを考えるよりも、これ、なんていうか、自分で書いて忘れちゃった。やりたいことをやろうということですね。で、僕もちょっとこう、暇だとやっぱり嫌なことを考えるから、何かこのやって、出た方がいいわけなんですね。こういうことで。で、自分の場合は、この布をもらってきて、これはわかりますかね。和服の着物の布なんですけど、和服をバラバラに壊して、で、こういう布にするということですね。これ大体一つ作るのに4時間ぐらいかかるんで、で、作ったら、誰か欲しい人に、あげると。女の人が多いんですけど、欲しかったらあげるよみたいな感じであげちゃうんですけど、これ1個作るのに4時間かかるって、なんかやってればこの嫌なことも考えないで済むというようなことなんですよね。そういうことで、自分としてはこう嫌だなと思うようなことをクリアしているということですね。これは僕のやり方ですから、皆さんそれぞれ考えてもらえばいいと思いますけど。で、それで、僕はこの趣味で小説を書いておりますんで、この亀崎茂雄っていう名前でインターネットに、小説を書いて載せて、あるんで、たくさん、この亀崎茂雄っていう名前で書いた小説やエッセイは、私が書いた、僕が書いた文章なんですけど、その中に、赤い女たちという題の小説があるんですね。で、これはアフリカ奥地の出来事を書いた小説なんで、僕はアフリカ奥地に行ったことないから、いろいろ調べて、こうじゃないかみたいなことを考えて、この赤い女たちっていう小説を書いたんですけど、つまりこういうことですね。当時空港で仕事してましたけど、空港の全日空の女子社員の人たちというのは結構いい家庭の出身というかね、そういう女子社員が多かったんですけども、だけどもそのなかなか幸せをつかむっていうのは難しい、この時代っていうか今がそういう時代なわけなんですけど、で、車は持ってる、携帯は持ってる、パソコンは持ってる、服はいいのは着てる、靴もいいのを履いてるけれども、何か幸せ感がないというような感じなんですよね。自分がいろいろ聞いた限りで。だから、このアフリカの奥地で、この女たちには子供がいるんですけど、
まあ、何にもない、携帯もなければ、車もなければ、パソコンももちろんない、電気もないし、水道もないようなアフリカの奥地での女たちなんですけど、子供はいるんですね。で、子供はいる。だから女たちっていうのは子供がいたら、この、多分幸せじゃないかなと思って。で、この女たちのお母さんもいるわけだから、お母さん、娘、孫みたいな形で、このアフリカの奥地で、ね、住んでるわけですけど、もう、それ、だからな、物があるよりも子供がいた方が幸せじゃないかなと思って、この小説を書いたんですけどね。まあ、当たってるかどうかはちょっとわかりませんけど。で、幸せっていうのは、このすごく相対的なもんな。これちょっと字が違うかもしれない。相対的なもんですね。で、昔ですね、ドバイっていうところから、日本に来てる人がおりました。パキスタン人ですけど。で、日本がすごくいて、日本が37度のちょうど夏ですね。で、ドバイから来たパキスタン人は、日本がすごくいいとこだって言うんですよ。何言ってんだって話聞いたら、そのドバイは50度だって言うんですよ、気温が。だから日本の37度っていうのはすごく涼しいって言うんですよ。だからやっぱりこうなんか、で、日本に来て幸せだみたいなこと言ってたんですけど、なんか相対的だなと思って、その時思ったんですね。それから自分はもう、2年間ぐらい働いてない時があったんですけど、ブラブラしてたんですけど。で、それからまあ金もなくなったから中部空港で働き始めたんですけど、この働きということがすごく楽しかったんですよね。まあ2年間ブラブラしてたからね。それにまあ空港で若い連中と一緒に仕事するのが楽しかったっていうこともあるんですけど、まあ仕事なんてのはまたもともとそんな幸せ感のあるものじゃないんだけど、この時はなんかね、仕事できることが幸せだったということで、やっぱり相対的だなぁと、まあ思いましたね。で、その、幸せって一体どういうことだっていうことで、国連が、調べたんですね。で、この時は、デンマークが、2013年が1位。で、2015年デンマークが2位だったということですね。で、この2015年日本は46位。幸せ感調査。まあそういう意味で日本はすごく低いんですよね。他の数字と比べて低い。で、まあ日本ではお金持ちになろうとしたり、結婚したり、すごく働いたり、それからいい服を買ったり、いい大学に行ったりと、こういろんなこと、幸せじゃないかと思っていろいろやるんだろうけど、結局、幸せっていうものは何か、まあ、分からないというか、答えがないというか、まあ、空白というような感じになってるんですよね。まあ、で、調べましたら、この幸せというのは、信用、民主主義、市民社会、安全、自由、バランス、豊かさ、こういうようなものが総合的に考えられて幸せ感が出てくるんだみたいなことが書いてありまして、ちょっといまいちよくわかりませんけど。で、この GNH っていう数字があるんで、この幸福度調査っていうのが、GDP っていうのは国民総生産っていうのが、これはよくね、日本は世界第2位とか3位とか言ってますけど、この幸福度って、これが結局世界の40とか50とか、そういう順位で言うと、そういうことになってね、日本もの作って豊かなはずが、そうではないんだということになってるんですよね。で、この一つの例で言いますと、ブータンっていうとこですね。これは地図書いておきましたけど、パキスタン、インド、スリランカ、ミャンマー、この辺がベトナムですけど、ここに小さなこの国があって、まあ、山が多いと思うんだけど、ブータンと、こっちが中国ですけどね。このブータンっていうのは2005年で、97% の人が幸せだと答えているっていうんですね。この国の人が 97% が、まあ、農民が 90% ということで、まあ、農業しかないような国で、ブータンがそういうふうになっているという。まあ、僕は行ったことないで、一度行きたいなと思ったんですけど。で、ブータンは、
教育費がタダ、幼稚園をもちろんタダですけど、英語を幼稚園から教えている、医療費タダ、水道代タダ、無料ということですね、ブータン。ほんで王様がいて、王様の方針が1976年からその国民をこの幸せにするんだということですね。これさっき出たこの GNH 幸福度を引き上げるんだって、この王様の方針で引き上げて いるという、まあ、そういう国ですね。で、仏教の国。で、世界最貧国って、もう世界の中でもすごく貧しい国だ。ということで。だけど、みんな幸せなわけですね。だから、なんて言うんかな、豊かなら幸せだとは限らんということが、まあ、ここでわかると思う。で、これ2006年にレスター大学というところのホワイト先生っていう人が、世界の8万人、これは直接この人が調べたんじゃなくて、いろんな世界のデータを分析して調べたということを書いてありましたけど、1位がデンマーク、2位スイス、オーストラリア、アイスランド、ハバマ、フィンランド、スウェーデン、ブータン、ブルネイ、カナダと、こう1、2、3、4、10で、アメリカは33位、日本はっていうところの90位というところでね、これね、まあこれね、どうなっとるんかなと思って、まあ、思いますけど、まあ実際こんなもんだろうなと思いますけどね。まあブータン、まあ日本の総理大臣がブータンみたいな、ブータンの王様みたいな、この日本の総理大臣が、このブータンの王様みたいな、方針出してくれたらね、こういうものを無料にして、その貧しい国でも世界のこのトップ10に入ることがやろうともできるわけなんですよね。ブータンっていうのはここです、この貧しい国ですけど、国民の 97% が幸せだと答えた、そういうことなんですよね。ですから、まあ個人の心の持ちようっていうのももちろんそれはあるとは思いますけども、まあそればかりじゃなくて、まあいろいろ、まあ僕の場合はまあ食うには困ってないんですけど、まあ嫌だなと思うことやら、まあいろいろ世の中にあるんで、まあ般若心経でも思い出しながら、こうや、まああるがままの姿で、まあいいんだみたいな感じで、まあ、やってるんですけど、まあそれがいいかどうかはちょっと分かりませんけども、まあ僕も今年67歳で、もうすぐ69歳になるんですけど、まあこんなことを考えるようになった年になったということですね。で、まあ今日はそういうことで、幸せって何だろうということで話をしました。まとまらん話でしたけども、ハイデヤキチャンネルに来てくれてありがとう。みんな願っている。幸せの話を今日はしたつもりです。ハイデヤキチャンネルに来てくれてありがとう。